大場二郎昭和10年2月11日は、日本陸軍の軍人。陸士級八揮、陸大八揮。栄転は、ュニ位、軍一等校二級。最終階級は、陸軍大将。長州藩士、大場この面の長男として生まれる。明治19年6月、陸軍士官学校を卒業し、陸軍将尉任官。明治25年12月。 陸軍大学校を優等で卒業した。参謀本部出資、兵官総幹部副官、参謀本部第一局員を経て、明治28年から同33年までドイツに留学し、その後、陸大教官、参謀本部員兼、山形有友元水副官、大本営参謀などを歴任した。日露戦争では、第三軍参謀副長として出征し、旅順後為戦に参戦した。 明治38年1月、交尾、第2師団参謀長となり、朝鮮北部の作戦に従事した。その後、この F 票、第2連隊長、陸軍と山学校長などを経て、明治43年11月、陸軍少将に進級し、陸軍不評学校長、不評第11旅団長を歴任。第1次世界大戦では、艦線部官として、ロシア軍に従軍した。 大正4年2月、陸軍中将となり、第三師団長を拝命しシベリア出兵に従事。さらに、軍事参議官、朝鮮軍司令官を歴任。1920年12月28日、陸軍大将となり、軍事参議官、教育総監を務め、大正15年3月に、予備役に編入された。次男の大場小次郎は、陸軍大佐、 三男の大ハ春オは5.15事件で有罪となった海軍将位。ありがとうございます。